白幕神社は、秋田県山本郡八方町にある神社である。境内には、八幡神社、菅原神社、唐松神社がある。八森町の総当州の寺院である、松原院の起源は、白幕神社と一緒であったとされる。八幡神社は、本館城の城主だったが、八森本館一揆によって殺された、武田十三衛門を祀ったものである。白白神社は、 江戸時代に、秋田六郡三十三観音霊場の二十八番札所として指定されていた。白幕神社は、縁人の回帰で、忍受三年この社にもう出て、不動村を彫刻し、幕の北方の岩の上に安置し、国土安全を祈願したとされる。その後、秋田城之助や佐竹氏の寄信があった。はじめは、神仏集合のため、 不動者呼ばれたが明治に白幕神社と名称を改めて明治5年号社となった。また明治43年には旧八森町の30社が白幕神社に合祀されている。白幕、菅江増美は1801年の雪の道奥雪の出和路、1803年の裏の笛滝、1807年の夕賀寮のお滝で白幕神社を訪れ白幕神社の言われを、 記録している。菅江雅美は、昔は、川道村といって、宝刀寺という寺があったが、天明7年8月の大地震で倒れ、塔も村の住居も埋没したので村を温泉村に移し、そこに八つの森があったので、八森という村名にしたと記録している。また、昔は、たくさんの道があったが、地震後に、地蔵菩薩は土の中から掘り出されたが、 完全恩菩薩は推定に失われたとしている。山本軍探照案内に記載されている、秋田の昔からの引用でも同様のことが書かれている。白幕神社御し祭り毎年8月1日の例祭に行われる白幕神社の例大祭である。朝7時に当番町の男衆たちが白装束で御しを担ぎ町内を練り歩いた後、正午過ぎに、 神社の裏手の白柱の滝壺に入り、そこでみこしを練る祭り。みこしが滝に入るのは、全国でも珍しいと言われている。最寄り駅、JR 東八森駅から徒歩で10分。ありがとうございます。